ブライアン・ジョーンズ、ブライアン・ジョーンズ、ブライアン・ジョーンズ、本名、ルイス・ブライアン・ホップキン・ジョーンズ、1942年2月28日から1969年7月3日、は、イギリスのミュージシャン、ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズの元ギタリスト兼リーダー、ウェールズ人航空技師である父、ルイス・ブラウントと、母、ルイザベアトリストの間に生まれた。 ミック・ジャガーと同様に、ブライアン・ジョーンズの両親もミドルクラスだった。ローリング・ストーンズを全員労働者階級のバンドとする説は誤りである。幼少の頃からピアノを習い、地元の教会の少年生活隊員になったり、学校のオーケストラに入って、クラリネットを習うど、音楽的に恵まれた環境で育つ。彼は知能指数が135もある優等生であり、将来を有望視されていた。 少年時代は、司会になろうとしていたという。1958年、地元のジャズバンド66クラブに加入。ギターとサックスをマスターし、ダンスパーティーや学校のパーティーなどで演奏をした。この年、16歳のブライアンは14歳の少女を妊娠させたことで、チェルトナムグラマースクールは奉公される。その後は、バスの運転手やレコード店の店員。 石炭章などの食を点々とする。1960年、地元、チェルトナムにて、アレクシスコーナーと会う。この頃のブライアンは、ヒッチハイクで旅をしながら行く先々で、地元のバンドに飛び入りし、ギターやハーモニカをプレイし、日銭を稼ぐ生活を送っていた。1961年には、チェルトナムに戻り、地元のローカルバンドで、サックスプレイヤーとしてプレイする。 同年10月、ガールフレンドのパトリシア・アンドリューズとの間に、彼にとって3番目の子供であるジュリアンが生まれる。1962年、コーナーの助言により、ロンドンに移ったブライアンは、デパート店員の職を得て、妻子を養っていたが、音楽への情熱を捨てきれず、求人誌にバンドメンバー募集広告を載せた。これを見て連絡してきたのが、後にバンドメイトとなるヤンス・スチュワートだった。 3月、コーナーによるブルースバンド、ブルースインコーポレーテッドにギタリストとして参加。このバンドには、やはりトにバンドメイトとなるチャーリー・ワッツも参加していた。同年4月7日、イ、e、ーリング・ジャズ・クラブで、エルモア・ジェームスのダスト・マイ・ブルームをスライドギターで演奏する。この時観客として来ていた、ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、感銘を受け、ギグの後初めて、 ブライアンと言葉を交わした。三人は世界中でこの手の音楽をやっている唯一の仲間であることを確信し意気投合、バンド結成への運びとなった。六月、ブライアンがローリングストーンズのバンド名を提案、一部のメンバーから反発されるが、他にライアンが示されなかったことからローリングストーンズに決定した。7月より、ストーンズは マーキークラブに腰を落ち着けて活動する。またこの頃より、ブライアン、ミック、キースの3人は、チェルシーのアパートで共同生活を始める。12月、空席だったベーシストの座に、ビルワイマンが付き、翌1963年には、複数のバンドを掛け持ちしていたチャーリー・ワッツの引き抜きに、成功。同年6月に、ストーンズは、レコードデビューを果たす。 ブライアンは紛れもなくローリングストーンズの創設者であった。ストーンズは当初、イギリスの白人聴衆に本物の R&B を聴かせることを目的としており、ブライアンはストーンズを紹介する際には必ず R&B バンドと名乗った。当時のブライアンの様子を、ミックは、奴はバンドの運営と個性、バンドのあるべき姿に取り憑かれてた。 俺には異常にすら見えたよと表現している。ちなみにブライアンはミックのボーカリストとしての力量に疑問を持っていた。ようでデビュー直前には代わりにポール・ボンド、後にマンフレットマンに参加するポール・ジョーンズをか、させようと考えていたこともある。だが、体調不良などでギグに穴を開けたり、彼女とのデートを優先して仕事をすっぽかすなど、およそリーダーとして、 ふさわしくない行動が目立つようになり、バンドの主導権は間もなく、ニックとマネージャーのアンドリュー・ルーグ・オールダムに移った。ジャガー、リチャーズのコンビがオリジナル曲の制作をはじめ、オールダムがそれを全面的に推し進めるようになると、作曲能力の乏しいブライアンは、次第にバンド内での存在感を失っていく。1964年のアメリカツアーから麻薬がバンド内に入り込むようになと、 ブライアンはそれに完全にのめり込んだ。バンドの成功とともに、ブライアンの焦燥感は募り、以後ますます麻薬に溺れるようになる。もともとマルチプレイヤーだったブライアンは、ギター以外の楽器で存在感を示そうと、1960年代半ばから様々な楽器を導入するようになる。アマチュア時代からプレイしていた、ハーモニカ、サックスやピアノのほか、マリンバ、ダルシマー。 シタール等の当時のロック音楽では珍しかった楽器を次々と取り入れ、アフターマスからサタニックマジェスティーズまでのサイケデリック機のストーンズのサウンドに編曲面で大きな影響を与え、ブルース一辺倒だったバンドの音楽性の幅を広げることに根した。また、ビートルズのイエローサブマリニやユーノーマイネームにゲスト参加するなど、他のアーティストとの今でいうコラボレーションも、 積極的に言った。1967年5月、大麻所持の容疑で逮捕される。10月、9ヶ月の禁錮刑が言い渡されるが、12月の上国裁判で1000ポンドの罰金と3年間の保護、観察処分に減刑され、習慣は免れた。同年には、ミックとキースも同じく麻薬所持の容疑で起訴されており、第一審では禁錮刑を言い渡されたが、 上訴審でミックは12ヶ月の条件付けで釈放、キースは無罪となっている。1960年代後半にバンドの運転手兼ボディーガードを務めていたトム・キー・ロックはこの頃のブライアンから自殺を考えていたことを告白されたと振り返っている。ブライアンも自身の薬物依存を全く顧みなかったわけではなく、逮捕から判決までの間に一度麻薬構成施設に入っている。 だが、翌1968年5月、大麻所持の現行犯で、再び逮捕された。裁判では無実を主張するが、保護観察期間中の逮捕ということもあり、原刑も予想された。9月、罰金刑が下され、またも習慣を免れた。ミックは、プレスに、ブライアンが刑務所に行かずに済んで嬉しいよと語ったが、この頃にはすでにバンド内でブライアンを排除しようとする。 動きが出始めていた。ミックによれば、この頃になるとブライアンはギターを持っていることさえできなくなっていたという。脱退直前のブライアンの様子は、ジャンリュック・ゴダール監督の、ワンプラスはでの悪魔を哀れむ歌のレコーディング風景の中で見られるが、以前のように様々な楽器を自由自在、縦横無尽に生き生きと演奏する姿はもはや見られず、うつろな顔をしていて、 まるで魂の抜け殻のようになっていた。ニックはマジで100%打ち込んでるブライアンを見たのはノーエクスペクテーションズ1968年のアルバムベガーズウンケット収録が最後だったと振り返っている。この年の11月にブライアンはサセックス州ハートフィールド近くにあるコッチフォードファームを購入した。この家は 熊野プーさんの作者エーエミルンがかつて住んでいた家である。同年12月のロックンロールサーカスがブライアンにとっての最後のステージとなった。1969年になるとブライアンはもはやスタジオに現れることすらほとんどなくなっていた。6月中旬、ブライアンは自宅のコッチフォードファームで自らが声をかけたメンバーと共に新しいバンドのリハーサルを行う。 招かれたのは、アレクシス・コーナーのほか、ジョン・メイオール、ミッチ・ミッチェルなどがいた。ブライアンはこの時、イアン・スチュワートにも声をかけたが、スチュワートはこの申し出を提唱に断っている。6月8日、ミックは、キース、チャーリーを伴い、ブライアンの元を訪れ、ストーンズから脱退してもらうよう頼んだ。ブライアンは10万ポンドの一時金と、ストーンズが存続する限り年2万ポンドを、 受け取るという提案をのみ、脱退に同意した。記者会見で、ブライアンは、ストーンズの音楽は、俺の好みではなくなってしまった。俺は自分に合った音楽をやっていきたいと語った。脱退から間もない7月3日午前0時頃、ブライアンが自宅のプールの底に沈んでいるのが発見された。スウェーデン人のガールフレンド、アンナウォーリンが人工呼吸を試み、 看護師のジャネット・ローソン、改装工事中の建築業者、フランク・サラグッドが救急車を呼んだが、医師が到着した時ブライアンはすでに死亡していた。27歳だった。9日に行われた検視では、アルコールとドラッグの影響による不運な出来事と結論付けられた。ブライアンに代わる、新メンバー、ミック・テーラーのお披露目として予定されていた7月5日のハイドパーク。 フリーコンサートは、急遽ブライアンの追悼コンサートして行われることとなった。同コンサートは、グラナダ TV で放送され、後に音楽ソフトとして発売されている。ブライアンの葬儀は7月10日に行われ、故郷のチェルトナムに埋葬された。ストーンズのメンバーで葬儀に参列したのは、ビルとチャーリーのみだった。なお、彼の破壊死には、僕をひどく裁かないでください。 Please don't judge me to harshly と刻まれているという説があるが、実際には名前と青年月日が刻まれているだけである。これに関しては、バーバラ・シャロンのキース・リチャーズ・表伝、キース・リチャーズ・ライフ・アズ・エイ・ローリング・ストーン、放題、キース・リチャーズ・彼こそ、ローリング・ストーンズの、ブライアンの葬儀場面の記述が発端だと思われる。 なお、上記の言葉はブライアンが父親に当てて書いた手紙に書かた言葉である。ブライアンは楽器に触れるとすぐに演奏を覚えられたとされ、ギターやハーモニカのほか、子供の頃に習っていたピアノやクラリネット、それ以外にもサックス、シュタール、ダルシマー、メロトロン、マリンバ、リコーダーといった20種類以上の楽器を演奏でき、また、それらの楽器を曲に織り込むアレンジャーとしての能力は、 卓越していた。ミックも、ブライアンのストーンズのサウンド面への影響の大きさを認めているが、その一方で、ギターを捨て、同楽半分に、いろんな楽器に手を出しすぎたと批判をしている。ミックはむしろ、ギタリストとしてのブライアンを高く評価している。実際に、ミックやキースと出会うきっかけは、二人が、ブライアンのギタープレイに惚れ込んだことだった。ミックは、ブライアンはまだ、 スライドギターなんて誰もプレイしてないような頃からプレイしていた。演奏スタイルはエルモア・ジェームス風ですごく叙情的なタッチをしていたとブライアンの例を称えている。初期のストーンズのバッキングボーカルはキースではなく主にブライアンの担当だった。ニックの担当であるハーモニカも初期の頃は主にブライアンが吹いており、曲によってはギターを持たずに、 ハーモニカだけを持ってステージ演奏をすることもあった。後年のブライアンはシタールにのめり込んでいたという。ブライアンは作曲にはほとんど関与しなかったとされ、彼の名がクレジットされたストーンズのナンバーはこれまで一曲も発表されていない。ミックはブライアンには作曲の才能がまるでなかった。奴より才能のない人間には未だにあったことがないとまで言い切っており、 チャーリーもまた、皆が曲を作っていてもブライアンは全体よりにならなかったと語っている。だが、ストーンズの作曲クレジットは必ずしも正確に表記されないことがあり、実際にはブライアンが書いた曲でもクレジットされなかった可能性がある。1967年には、ドイツの映画、映代、A degree of murder、フォルカー・シュレンドルフ監督、アニタ・パレンバーグ主演の音楽を担当している。 だがこの映画はソフト化されておらずサウンドトラック版も発売されていない。ブライアンはストーンズを純粋な R&B バンドとみなしており、ミックもブライアンは排他的で音楽感もすごく強量だった。チャック・ビリーの曲とかやりたくなかったんじゃないかなと語いることから R&B 以外の音楽には興味を示さなかったと見られる。一方でミックは 古い R&B ソングのカバーばかりしてた頃は本領を発揮してるって感じがしていなかったとも語っており、このあたりにブライアンの思考する音楽とストーンズの進める音楽性にズレがあったことが伺える。ミックはブライアンについて、奴は周りのすべての人間を本当にひどい目に合わせた、精神的に不安定で、いつもイライラしていた。才能はあったがすごく、 変質的な性格だった。俺が注目を浴びるとものすごく嫉妬したと、その人となりを酷評している。キーズも、ブライアンは全てに不満を持ち、いつしか音楽を作ることをやめた。人を裏切り、自分はスターになりたかったと話す。チャーリーもまた、一緒にいて、楽しい奴じゃなかったと語っている。60年代後半のストーンズ内の人間関係を、よく知るトム・キーロックは、 ブライアンには何をしても弱気な面と、誰にでも平気で嘘をつく悪党の二面性があった。特にドラッグに関しては信用できかった。彼のことは、好きだったが生まれついての嘘つきだったことが悲しいと、打ち明けている。ストーンズのメンバーで唯一、終始友好的な付き合いをしていたのが、ビル・ワイマンである。ワイマンは、ブライアンの解雇に最後まで反対していたと言われている。一方で、 ストーンズと親交のあったビートルズのメンバーは、皆一様に、ブライアンを、いい奴だったと評している。特に同じウェールズ系のジョージ・ハリスンは、ブライアンには、ミックとキーがいて、僕には、ポールとジョンがいた。僕らは、それぞれのバンドの中で、同じような位置にいたとかなり親近感を持っていたようである。ポール・マッカートニーも、ブライアンは、神経質ですごく、シャイで、 とても真面目な人間だった。麻薬の影響か、ちょっと手が震えてた。でもいい奴だったよと語っている。だが、晩年のブライアンとは、やはりうまく付き合うことが難しかったようで、ジョン・レノンはいつしか誰もが、ブライアンからの電話を怖がるようになった。彼からの電話といえば、何かトラブルに決まってたからねと告白している。ザ・フーのピート・ダウンゼントも、ブライアンのことを、いい奴と語る一人で、 まだザフーがアマチュアだった1963年に初めて会っているが、この時ブライアンから手助けできることがあれば何でもすると言ってもらったという。タウンゼントはブライアンの死後、彼に捧げる曲を制作したが未発表のままである。ブライアンはストーンズのリーダーの座に相当こだわっていたようであり、オーディションの応募書類を作成する場合には、 自身がバンドのリーダーである旨も記入していた。だがミックは奴はリーダーだったことなんて一度もないと語っており、チャーリーもブライアンにはバンドを率いる能力なんてなかったとしている。晩年のブライアンは周囲からはかなり礼遇されていたようで、1967年にブライアンが逮捕され保釈された時に彼を心配して迎えに来る者は誰もいなかったという。 キーロックはその時のことをあの日はブライアンがとてもかわいそうでならなかったと回想している。彼の最後のステージとなったロックンロールサーカスもブライアンは直前に皆が俺に冷たくするから出たくないと映像監督のマイケル・リンゼー・ホックに泣き言を言ってきたという。同じくロックンロールサーカスに参加したタウンゼントはブライアンは舞台袖で涙を流していた。 キースはそれを見てみぬふりをしていたと語っている。ただし、同じく、ロックンロールサーカスに参加していた、キース・ムーンが分け隔てなく、ブライアンと談笑したことが彼の唯一の救いだった、ようである。ミックも、仲間を首にして、気持ちがいいわけないだろ。でもそうせざるを得なかった。罪の意識とかはないけど、俺たち、ある意味ブライアンをいじめてたんだよ、と。 ブライアンに冷たく当たっていたことを認めている。だが、同時に、ブライアンが、バンドにとって必要不可欠な存在であったことも、認めている。初期のストーンズのメンバーの中では、ブライアンは最も多くのミュージシャンたちと交流を、持っていた。彼の死とも言えるアレクシスコーナーは、ブライアンと、ミック及び、キースを引き合わせるきっかけを作った人物でもある。また、 ビートルズと初めて会った時、ブライアンは、ジョン・レノンが、ハーモニカ兼コーラス定音部の担当であることを、見抜いた。ブライアンは、上記の通りビートルズの、イエロー・サブマリンや、You Know My Name のレコーディングに招かれており、さらに、レノンと、マッカートニーもストーンズの、この世界に愛を、や、魔王参加、サタニック・マジェスティーズ収録に、コーラスで参加している。ジミ・ヘンドリックスとも交流があり、 ジミのモンタレーポップフェスティバル出演時にはジミを紹介する役割で出演した。またジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス3枚目のアルバム、エレクトリック・レディランド、1968年のレコーディングに参加し、ミハリトからずっとデパーカッションを未発表曲、リトル・ワンではシュタールを演奏した。ジミとの共演は、ミックやキースへの当て付けでもあったという。またトム・キー・ロックは、 ジミーの自宅でブライアンとジミーのアコースティックギターでの即興演奏を聴いたが、それは度肝を抜かれるほど素晴らしいものだったという。ジミーもまた、1970年にブライアンと同じく27歳で死亡している。ボブ・ディランとも交流があったが、1966年5月に初めて会った時、ブライアンとキースは泥酔状態で、二人はディランに、ライクは、ローリングストームは、 俺たちに対する侮辱だと元をつけ、大喧嘩になった。ディランの、痩せっぽちのバラットの歌詞にある、ミスター・ジョーンズとは、ブライアンのことを指すとされている。冒険作家の CW ・ニコルは、学生時代の先輩にあたる。同じウェールズ人同士ということもあって、目をかけていたが、ブライアンが少女を妊娠させたことに憤慨し、両者の間に亀裂が走りそれ以降は、恩信不通になる。 だがニコルはそれでもブライアンの行く末を暗示ており、彼がストーンズとして活動していることを知ってからも、それは変わらなかった。ニコルがブライアンの死を知ったのはエチオピアで自然保護官をしている時だった。パトロールの途中で立ち寄ったパブで観光客からブライアンの死を聞かされ、荒木、エチオピアの敵イーラを煽りながら涙を流したという。ブライアンは性的に早熟であり、 女性関係も派手だった。彼は16歳の時には、早くも14歳の少女を妊娠させている。20歳までに3人の女性に3人の子供を産ませ、判明しているだけで5人の死生児がいるが、どの子に対しても、最後まで責任を持つことはなかった。ブライアンの5番目の子供、ジュリアンを産んだリンダ・ローレンスは、息子を伴って、ブライアンの葬儀に参列している。 特によく知られている女優のアニタ・パレンバーグとの交際は1965年9月から始まった。アニタとは結婚の噂まで出たが、ブライアンは結婚については否定しながらも結婚についてはじっく考えてきた。アニタは俺が真剣になった初めての女だからと1965年当時のインタビューで語っている。だが、やがてアニタからも愛想をつかされることになる。 二人が別れるきっかけとなったのは、1967年3月のモロッコでの旅行中のことだった。旅の途中で病気になり入院したブライアンがいない。月に、アニタは同行していたキースと恋仲になっていた。その後回復したブライアンが、自分のいないうちにキースとアニタの間に何かあったことを知り、二人は大喧嘩となる。そして3月15日の夜、泥酔したブライアンは、 怪しい売春夫二人をホテルに連れ来て、アニタに彼女らと性行為をするように命令した。アニタは当然拒否したが、するとブライアンは暴れ出しホテルの部屋を破壊し始めた。アニタは服を掴んで、キースの部屋へ逃げ込んだ。この一件で二人の関係は終わり、その後アニタはキースと付き合うようになる。この旅行に同行していたトム・キーロックは、これが、 ブライアンがダメになっていく始まりだった。本人もそのことに気づいていただろうと語っている。アニタと別れた後、モデルのスキポアティへと付き合うようになる。スキは、ブライアンの最後の時はそばにいなかったが、葬儀にはサ列している。スキは、その後1981年に自動車事故で死亡している。ブライアンの最後のガールフレンドは、アンナウオーリンであり、ブライアンが、 プールで死亡しているのも、アンナが発見した。1994年、ブライアンは殺されたという説が、ペイント・イット・ブラック・ザ・マーダー・オブ・ブライアン・ジョーンズと、フー・キルド・クリストファー・ロビンという2冊の本を通じて広まった。これらによれば、当時、ジョーンズの自宅の修理をしていた、フランク・サラグッドが、ブライアンを殺したと当時のマネージャーのトム・キーロックに告白したというものである。 サラグッドは193年に死亡している。実際に、ブライアンの最後の瞬間を目撃した者はいないため、この説は説得力を持たれ、しばたたく間に拡大していった。2005年に公開された、ブライアンの電気映画、ブライアン・ジョーンズ・ストーンズから消えた男、スティーブン・ウーリー、監督ではこの他殺説を採用している。2009年、英国警察は、ブライアンの死について、 再捜査する可能性があることを発表した。前年の2008年に、ジャーナリストのスコット・ジョーンズ、ブライアンの親類ではないが、ブライアンの死にする調査報告書を警察に提供したという。だが、この一報以降、この件に関する続報は、一切出てきていない。ミックは、ブライアン多殺説について、奴は、プールに溺れて死んだのさ。 他のことは誰かが金儲けのために言ってるだけだよと一周している。ブライアンが1968年夏にモロッコを旅行した際に現地に伝わる民族音楽を自ら録音し、ロンドンのスタジオで編集や加工を加えてアレンジしまとめた作品。死の直前の1969年6月に完成させた。自身は演奏に加わっていないが、 原曲に対してかなり恣意的なアレンジが施されている。ブライアンがこの音源をどのように使用するつもりだったのか、そそもソロ名義で発表するつもりだったのかも含め、不明だが、1980年代後半からワールドミュージックを加工し、ポップミュージックに昇華させるという手法が広まったことを考慮すると、時代を先取りした最先端の作品であったと言える。 オリジナル版のジャケットに使用されていた絵画が、版権の問題で使用できなくなり、CD 化の際に改められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。